はい、こんにちは。はい、こんにちは。で、エナジースタンド置いて。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。来た。お、10倍マッチ来た。はい、どうも、こんにちは、リオです。今回ね、もう前夜祭来てるということで、早速遊んでいくんですけど、もうこの段階でね、スペラスインの最強のスペシャルが決まってしまいました。まあ、何かっていうとね、エナジースタンドです。もう、ほらもう見て、クローズアップばっか。ダイナオンはエナジースタンドやんな、これ。だから俺らの編成、これチーム、このマッチ、エナジースタンド6人います。はい、もう、全員、スプラトゥーン3やってる人全員が気づいております。もうエナジースタンドが強すぎるってね、はい。エナジースタンド、まあこれ、情報見た人やったら知ってると思うんだけど、もう何が強いかって、まず動きが速くなりますと。動きが速くなるんだけど、それに加えて、まずこのね、ジャンプも速くなる。これ見ても、ジャンプ速すぎるよね、これ。ジャンプが速すぎると。回避も早いし、あ、やばい。で、これ死ぬやんか。見て、この復活時間。1秒。もう、ふざけてる、これ。ツイートです、はい。ふざけてるよね、これ。でね、これ次、味方がエナジースタンド使ってくれると分かりやすい。あ、使ってくれた。オッケーオッケー。オッケー、これ取るやんか。これ取って、さ、ちょっと対面しに行きたいな。対面しに行って、まあ、キル取って、ちょ、これ死にたい、死にたい。倒してほしい、俺のこと。俺のこと倒してくれ。俺のこと、これで死ぬ、はい、死ぬやんか、これ。これ死ぬやんか、これ。見てみてな。見て、ほら、スペシャル全く減らんの、これ。ヒートじゃねこれ。やばすぎでしょ普通に。うん。こんな感じで、まあ、結構ね、公開されてない効果もあったんだけど、いろいろ含めてね、まずエナジースタンドが強すぎるガチで。で、またザップについてるからね、スプラトゥーン3でもザップの環境が、どうも、よかーん上からダイナモ降ってきたわ。上からダイナモ降ってきたわ。ちなみにこれ今配信しながら動画撮ってるんだけどね、もうこう3テイク目ぐらいよね。うん、似ていくくらいみんなの前で見せてめちゃくちゃ恥ずかしい。やばい、これ。ちょっと待ってね。上取られてるから、ちょっと落ち着いて。え、いくらエナジースタンドがあろうともね、冷静に。相手もエナジースタンドやから。もう、なんか一人死んだラッキー。もうエナジースタンド！エナジースタンド多すぎるやろ。なんかもう、下手したらスプラ2よりクソゲーになるまであるぞ、これ。ちょっと。エナジースタンド多すぎて。アーマーよりは不快感少ないかな、でも。動きが早いだけで対面勝とうと思えば勝てるもんね、頑張れば。アーマーはマジ絶望やったからな、全員につくし。全員につくってのがやばすぎたよね。無条件で。エナジースタンド取りに行かなあかんからね。でもいくらなんでも多すぎるな、ちょっとエナジー。エナジーしすぎちゃう？うん。エナジーいくらなんでも多いですって。終わった。マジで終わった。マジで終わった。やばい、残り30秒でこっちに落ちや。負ける、これ。動画撮ってるから負けるわけにいかんの、俺。マジで。あかん。マジで負けられへん。オッケー。いや、相打ちか、これ。頑張れ、味方、お願い。頑張れ。頼む。ちょ、これもう、ワンチャンかけて、いやー、無理か。間に合わん。やばい。やばい。やばい！敗北。いや、ちょっと負けちゃったけど、ちょっとエナジースタンドの強さは伝わったと思います。はい。いや、これ正直相当やばいスペシャルじゃない？初めの環境はエナジースタンドが取ると言っても過言ではないと思うわ。うん。はい、というわけで、現状ね、エナジードリンク使える武器が、クローズアップとダイナモになってるんですけど、まあ、クローズアップさっき使ったのでダイナモ使っていこうと思います。はい。ちなみにさっきダイナモ同じことを言って負けたので、これ2回目です、ダイナモ。2回目です、このダイナモは。とりあえずエナジースタンド貯めよう。もうなんかさすがにね、2試合連続負けてると、おいおいリオラチャンネルってなっちゃうかな。勝ってるとこ見していきたい。普段使わない武器でも、俺は強いんだぞということ！証明したかった。証明したかっただけです。できるとは言ってない。証明できるとは言ってない。証明したかったけどね。なんかエナジースタンドの動画やねんから、エナジースタンド使えよな、俺。え？なんか敵後ろから来てるんですけど。はい、喋っていく。あれはね、一回不利やから下がって、しっかりと有利なところで戦っていく。あ、ナイスエナジースタンド。エナジースタンドね、あと1個注意点。イカ状態だと取れないらしい、これ。相打ちか。オッケー。これ相打ちやけど、これエナジースタンドがあるから、実質俺の勝ちみたいなとこやね。ほら、復活早いから俺の方が。復活早いけど死んだわ。そっか、俺スチャン外したんや。エナジースタンドがあと半分くらい溜まるから、もう溜めつつ、まあ、ゆっくり行こうかな。縄張りやからね、しっかり塗って。これ一回潜伏やな。うわ、これ、もしかして、ダルー、リンカ投げて、よし、ジャンプして避けて、
ッケー、ローラ倒して、ダイナも倒して、いいよ。ふわっと、ちょっと、やめて、やめて、ちょっとやめて、ちょっと邪魔しないでよ、チャージャー。今、クワッツと熱い対面してるんかな。エナジースタンド使いたいんですけど、僕。エナジースタンド使いたいんですけど、んー、これ潜伏して、クワッと。なんかでもね、左になんかおらんかった、ローラーかなんか。ほら、おる、やっぱおる。このね、潜伏で倒したい。さあ、来い。はい、こんにちは。待ってましたよ、と。はい、こんにちは。で、エナジースタンド置いて。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。来た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 。俺の時代が来た。エナジースタンド残ってるうちに。あん。あ、オッケーオッケー。これで復活1秒と。これ復活1秒やばいな。一応歩いていくか。前線やったら死ぬ可能性あるからな。最後まで油断せずに、スプリンクラーで手前をしっかり塗りながら、あの、味方強いから多分勝ったな、これは。オッケー、ナイス！ワイプアウト！ナイス！よしよしよし。いや、いい感じだった、これは。いや、これ良かったね、この試合。エナジースタンドっていうよりダイナモが強かったけど、この試合はさ、転覆からの。はい、ナイス。かっこいいね、勝った後。よっしゃ。ラストはザップ使っていきます。なるほど。ゴンズイチかね、また。強者さんが言ってんけど、クローズアップ4枚の編成に出会ったらしくて、そう、クローズアップ4枚編成のことをカフェイン中毒編成って言うらしい、3では。エナジードリンクやから。センスあるよね。オッケー。ダイナモより溜まるな、こっちの方が。オッケー。ほら、もう相手エナジースタンド見て恐れをなして逃げていったもん。やばい、相手エナジースタンドや、つって。慌てても、相手もエナジースタンドつけてね。相手もつけてるやん、これ。オッケーオッケー。味方のウルトラショットが強すぎる。オッケーオッケーオッケー。エナジースタンド対決、俺の勝ち。で、ワイプアウト、これで全滅出てき。オッケーオッケー。で、またエナジースタンド貯めると。もう、プーとやってること一緒やねんけど。アーマーつけて突って、敵倒して、またアーマー貯めるっていう。オッケーオッケーオッケー。一回下がって、吸盤で足止めして、オッケー、味方、ほら、エナジースタンド上げる。これでいきな。はいはい、カフェイン中毒、カフェイン中毒。カフェインスタンド行くよ。はい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 。チームカフェイン行くよ、チームカフェイン。マジで強いチームカフェイン。あー、もうリスキルリスキル。あー、もうリスキルリスキル。チームカフェインリスキル中。あ、やべ。甘えたわ、ちょっと。ちょっと甘えたわ。エナジースタンドの間、復活の時間めちゃくちゃ長く感じるわ。もう早く復活したくてしゃあない。スプラトゥーンを早くしたくてしゃあない。とりあえずね、味方が前線キープしてくれてるから、これ早めに前戻りながら、まあ、手前もちょっと塗るか、でもこれ。余裕あるしな、まだ、時間に。敵陣9番投げて、ナイス？これ対面勝ちたい。守ってあげたい、それ守れない。これ対面。一回降りるか、二人おるから。で、9番出し止めして、ナイス、おっつな。オッケー、一人倒して。ここエナジースタンド置いても、飛んじゃおう。コミスタンド。オッケー。いやー、一人持ってったけど。やられちったん。これさすがに飛んでいいやろ。これ飛んじゃおう。サンキュー言ってる。どうやって押すんやろ、サンキューって。これエナジースタンド、あ、壊れちゃった。オッケー。もうリスキル、リスキル。もうエナジースタンド、リスキル。オッケー、オッケー。一人倒して、ん？後ろ？オッケーオッケーオッケー、任せろ任せろ。今度任せろもう。行ったと見せかけて、これ一回潜伏しようか。この潜伏刺さります、これ。ほらね。ほらね。もうエナジースタンド置いてバカみたいに突っ込んでくるから、もうそこをしっかりと仕留めていく。しっかりと仕留めていく。はい、しっかりと仕留めていく。エナジースタンドなしでエナジースタンドを仕留めていく。エナジースタンド弱かったです、このスペシャル。はい。嘘です。強いですよ、ちゃんと。まあ、これは勝ちでしょう。うん。ナイス！最高の取れ高来た。いや、ちょっと、エナジースタンド、どうですか、運営さん。もう前夜祭で分かったと思うんで、一回ちょっと弱体化した方がいいと思います。強すぎるからね。うん。いやー、もうやばくない？ 16 キル3ですよねんけど。スプラトゥーン3がより楽しみになりましたね。はい。というわけで、次回のところでお会いしましょう。さらば。